こんばんは。ギタリスト山口です。まあ、私事ではありますけどもね、まあ、エレキギターを買って、まあ、ちょっとだいぶ経ってるんですけども、まあ、ちょっと、僕はね、あくまで曲としても、まあ、まあ、とりあえず、アカペラということで、まあ、今日はね、せっかくなんで弾き語りじゃないんですけども、玉ねぎの気持ちを、弾いて帰りたいと思います。今までね、まあエアギターでやってた感じなんですけども、今回ちゃんとしたエレキを使って、まあエレキってアコギではないんですけど、それを使って弾いてみたいと思います。ではいきます。だいたい音源としてはここどこ押さえる感じでいくか。よし、あ、こっちか。一回ちょっと運試しにね、いろいろ音出してみますね。じゃあここでいきますか。あ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいい。てててて、てててて、てててて、てて。玉ねぎの気持ち。玉ねぎの気持ち。玉ねぎはあんなにしみるけれど、玉ねぎはやっぱり美味しくなきゃいけない。玉ねぎは本当にすごい。玉ねぎはあんけれど、本当にあれけれど、玉ねぎはいろいろ食材に使いし、カレーライスの名のもいろいろ使える。だからみんなで玉ねぎを食べよう。玉ねぎはやっぱり美味しくなきゃいけない。レッテッテッテ、オリジナルいきます。こっから自分のね。食べると心も体も元気になる、そんな食材。玉ねぎを食べると元気になる。ただし包丁を使うと目が痛くなる。玉ねぎ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 、ずっと愛してきた玉ねぎ、ずっと愛してきた玉ねぎ玉ねぎ。食べたら甘い、食べたら甘い、食べたら甘いの玉ねぎ。やっぱりカレーライスがうまい。玉ねぎ玉ねぎ。オッケー、ありがとう。いやー、初めてギターを使ってね、まあ玉ねぎの気持ちを歌ってみたんですけどもね、まあなんとこれをね、今日、日時がですか、1月の13日島村楽器でピックを買いました。これね、岡左衛門のピックでして、まあ、後ろに岡崎と書いてるんですよ。これはもうまさしく岡崎限定のピックだなと目についたのでご購入させてもらいました。まあね、島村楽器さんもね、すごく岡崎のイオンにあってて、であそこはやっぱ岡崎市としてもね、すごく、まあ、場所的にいいと
いうことで、まあ、他にも岡崎といえばイオンでもねそうなんだけども、まあ、あのゲームセンターがあったりとか、まあ、あの CD ショップがあったりとか、ね、楽器ショップがあったりとか、まあ、僕もこの楽器も、エレキも、まあ島村楽器さんの方でね、まあ、買ったんですよ。ずっとギター欲しかったからね僕も、まあ、布袋寅泰さんの影響っていうのもありますけども、まあ、ちょっとまだまだねコードとか全然そういう弦を覚えていないということなんで、まあ、ちょっとこれからちゃんと練習をねまたしていってね、まあ、チューニング済みです今日。これはチューニングしています。チューニング済みだということでね、ちょっと今後もね、まあ、メインチャンネル通して、まあ、ギターを上手くなって、でなんか曲が弾けたらいいなというふうに思いますね。うん、こうやっても鳴らせちゃうのがギターなんですね。まあなんかみんなギターとじゃあエレキとあのベースって同じように見えるかもしれないけどね、実に言うと弦のね、数が違うということなんで、僕はまあもう当然エレキギターでこういう感じでやっております。足上げてね、固定ステップですけど、はい。というわけでね、まあ、本当にこの動画を最後まで見ていただきありがとうございます。まあ、今後もちょっとこういう楽器系もね、まあ、ギターの動画とかも上げれたら上げたいですね。まあ、路上ライブ開けるほどでもないですけど、まだ僕としてはね未熟なんで。というわけでね、目指せ岡崎市の布袋寅泰ということで、今日は岡崎市の布袋寅泰さんで玉の気持ちの曲を歌いました。そうだね、また次回の動画見てくると嬉しいです。どうもありがとう。 Thank you。